どうもシュートです。さあ今回ですね、手短に動画の方を撮っていきたいと思います。最後までよかったら見ていってください。まあ今回はですね、アイコニックアーセナルのガチャ引くべきか否かっていう部分を話していこうかなと思います。まあ3選手登場しておりますけれども、一人一人見ていって、まあこの選手は引いた方がいいよ、この選手は別に引かなくてもいいよっていう解説もしていきますので、よかったら最後まで見ていってください。で評価はこんな感じとなっております。まああくまで独断と偏見で決めておりますし、ゲーム内での評価ということは忘れなくご理解ください。それではね、早速見ていきましょう。はい、まずはパトリック・ビエラ選手ですね。まあ先に言っちゃうと、この選手は絶対に獲得しておいた方がいいです。まあハードプレスのビエラと比べて、まあ正直に僕的に話していくと、まあ守備的な方はまあハードプレスな方かなと思います。まあ、守備の貢献度っていうのはまあハードプレスの方が、まあ能力値としては多分こっちのビエラの方が強かった気はするんですが、まあハードプレスのビエラの方がなんか守備は貢献してくれます。ただまあこっちのビエラっていうのは攻撃面ですね。まあそれがもう段違いに強いですね。まあ抜け出しの頻度も違いますし、パスの上手さっていうのも違いますし、まあ決定力っていう部分はそこまで差は感じないんですけれども、まあやっぱり抜け出しの頻度ですね。そこが全然 B2B のこのビエラは違うのかなと思います。まあ、スキルもホントライジング、マンマーク、インターセプトとかで、まあスキルもですね、マンマーク、インターセプトとかもしっかり持ってて、ライジングシュートとかも持ってるので、まあ、しっかり点を取ることができるんですね。まあ、アウトスピンキックの存在も結構でかいかなと思ってて、まあ、アウトスピンキックを持ってるおかげで右の CMF でもできるっていうところですね。右から上がって、まあ、そのまま右のアウトのコンカで決めるみたいなシュートも打てるので、まあ、アウトスピンキックの有無っていうのは非常に大きいかなと思います。まあ、とにかくビエラ持ってない方はもうこのアーセナルアイコニックのガチャは全然引いていっていいのかなと思います。無課金の人にもね、もう全然おすすめしたいガチャとなってますね。まあビエラがいるかいないかでこのガチャの評価っていうのはすごい変わってくるものなのかなとは思うんですけれども、まあビエラはマジで最強なのでぜひ引いておいてほしいですね。はい、お次はですね、アンドレイ・アルシャビン選手ということで、まあアイコニックでは初登場なのかな、レジェンドだと2列目からの飛び出しだったんですが、まあインサイドレシーバーになったということで、まあこの選手、まあ能力値的に正直に話すと、まあそこまで優先度は高くない選手なのかなと思ってしまいます。まあそのポイントがですね、身長172センチ、それからフィジコンが78っていうところですね。まあ、ドリブルでは細かくかわしていくことはできるかもしれませんが、まあ、やっぱり今作ある程度背負える能力、まあ、それから抜け出した後のフィジカルっていう部分はすごい大事かなと思ってるので、まあ、使用感の面ではすごく良さそうなんですけれども、まあ、そこのフィジカルの部分が若干気になるのかなっていう感じはしますね。まあ、ただですね、ドリブル系の能力が非常に高くて、パスもしっかりできて、決定力もそこそこあって、スピシュンはしっかり速いと。で、まあ、ボディコンもしっかり高いので、まあ、ドリブルの使用感っていうのは本当にいいと思います。で、逆足頻度も4になって、かなりドリブルはしやすくなったんじゃないかなとは思いますし、まあ、補正かけてあげたら、ボルコン、それからボールキープ、あとは瞬発力が95以上乗せてくるということで、まあ、かなりドリブルの使用感っていうのは、補正かけてあげるだけで違ってくるのかなと思います。で、まあ、スキルダブルタッチとか、ライジング、それからワンタッチシュート、アウトスピンキックとかも持ってるので、まあ、非常に使用感は素晴らしいのかなと思います。まあ、ただ沼ってきた時とかですね、まあ、どうしてもフィジカルが欲しいなって思った時にちょっとこの選手はスカットから抜かざるを得ない選手なのかなと思うので、まあ、落ち着いてる時は存分に使えるかなっていう感じですね。まあ、アーセナル補正をかける方なら狙ってもいいのかなとは思います。まあ、アーセナル補正しないよっていう方なら、まあ、正直別に狙わなくてもいい選手なのかなとは思うので、まあ、ちょっと優先度としては低いですけれども、補正かけるならマジで強いと思います。はい、ではラストロシツキー選手ですね。まあ、正直に言ってこの選手はもうナンバー10っていう時点でちょっと難しいかなっていう感じはします。まあただですね、使用感の部分は非常に良さそうですね。まあアルシャビン同様、ドリブルの能力値が非常に高く、グランダパスも95以上あって、スピシュも88、89あって、まあちょっとフィジコン70っていうところがちょっと悲しい部分かなとは思うんですけれども、まあスキルですね、あとはワンタッチパス、スルーパスとかも持ってるので、まあ CMF で使ってあげるのはかなりいいんじゃないかなと思います。まあただ僕自身ナンバー10が発動するなら、まあ ST、OMF、CMF どのポジションでも正直あんまり好きじゃないので、ちょっと難しいかなっていう感じはしますね。まあただこの選手も補正かけて、なおかつまあサイドの CMF、 チェレフチェンコとかのサイドの CMF とかなら、まあ、別にフィジカルとかも気にならないと思うし、まあなんならドリブルもかなりしやすいと思うので、パスもね非常に上手くて、まあそこでならありなのかなとは思うんですけれども、ちょっと使うのが難しい選手なのかなっていう感じはしますね。まあスタミナがちょっと足りるかわかんないんですけれども、まあ薄い適性の DMF のポジションで、まあちょっとボランチの底でパスさばき役みたいな感じで役割を持たせて使うのはちょっとありなのかなと思うんですけれども、まあ、やっぱりチェレフチェンコのサイドのミッドフィルダーとか、まあ、サイド CMF とかで使っていくのがいいのかなと個人的には思います。まあ、ロシツキに関しては、まあ、好きな方なら狙ってもいいと思うんですけれども、まあ、アーセナル補正かけるかけないにしても、まあ、そこまで差はないと思うので、この選手に関してはまあそうですね、あんまり狙わなくてもいい選手なんじゃないかなと個人的には思ってしまいます。はい、それでは今回ここでですね、アーセナルのアイコニックガチャの解説を終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ、結論ですね、まとめ
めますと、ビエラは絶対に狙った方がいいですね。持ってない方は絶対狙いましょう。まあ、ハードプレスの持ってる方は、まあ、別にそこまで無理して狙わなくてはいいと思いますが、まあ、ビエラ持ってないっていう方、レジェンドしか持ってないよっていう方は狙ってもいいかなと思います。まあ、アルシャビンに関しては、補正かける方は全然狙っていってもいいかもしれないですね。使用感は非常に良さそうな選手なので、まあ、ちょっと使ってみたさも僕自身あります。で、まあ、あとはロシツキーですね。ロシツキーに関しては、まあ、補正かけてもかけなくても、正直そこまで狙わなくてもいいんじゃないかなと思います。まあ、サイドのミッドフィルダーとか、まあ、サイドの CMF で使っていくのが一番いいと思うんですが、まあ、ちょっとフィジカル面とか考えると、ちょっと使いにくい、今作には使いにくい選手なのかなって思ってしまいます。はい、それでは今回ここで動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。